ナマンダブツ、ナマンダブツ、司会のうち皆兄弟なりと、ナマンダブツ、ナマンダブツ。2020年か、去年のね、4月19日からこの YouTube の動画をアップするっていうことを始めまして、ちょうど1年間にもうちょっとでなろうとしています。で、そこでね、1年で一つの区切りにしようかなと思ってて、区切り言うてやめるわけじゃないけども、内容をちょっと変えていかんなぁ思ってるんですけど、そしたらそのフィニッシュに何したらいいかなぁ思った時に、ちょっといろいろと迷っているところもあったんだけども、やっぱりまあ滋賀県からカナダに行ってる人のことを中心に話してるわけだから、だから滋賀県からカナダに行った人たちのやっぱりなんていうかな、移動の問題言うんかな、結論から言うと結局は浄土真宗の御門徒が滋賀県からカナダに行かはったっていうね、そういったことをこう最後にお話をしたらいいのかなと。で、1年間の最後にお話したらいいのかなと。で、そしたら、ね、どんなことが言えるんかいうことは、やっぱまず、こう概略、浄土真宗の御門徒がカナダに行かはったんですよっていう、その概略がまずこう示せれたらいいのかなと思って、そこでですね、2009年の9月18日に移民村と真宗特進地域の重複関係っていう記事を書きまして、これ一回言うてるかな、話してるかもわかりませんね。まあそういうこと、これをやっぱり皮切りにしないと、これから各移民村の八坂なら八坂、大藪なら大藪っていうような、たくさんの人がもうとにかく移民に行くのは当たり前になってたような村の考察そのものがやっぱりしづらいと思いますから、重なることはあるかもしれんけど、二番煎じかもしれないけど、やっぱりちょっとここから話を始めていこうかなと、ね、移民村と信州特進地帯の重複関係っていうところから話を始めていこうかな、そこから移民村の考察っていうことをそこから始めていこうかなと思ってます。で、こう移民村のね、これと移民村っていうよりもまず豪州門と近江門とって言われるけど、それは本当なのかっていうところをね、まずそこから確認していきましょう。滋賀県が1926年に刊行した産業信徒及び寺院分布図を見ると、通説通り滋賀県が浄土真宗の教えの盛んな地域であることが知られます。これ要はね、どこにあるかといって滋賀県史の付録の地図編ですね、図録編といいますか、地図、大きな地図が何枚か入ってる付録があるんですけど、でその滋賀県のですね、地図、いろんな方向から、例えば江戸時代やったらどういう、ここは天領やったとかね、ここは彦根藩やったとか、ここは何々藩とか言ってね、だから五箇所になったら郡山藩になるやったかな、奈良県のね、飛び地、奈良県の大名の飛び地やったと思いますんで、だからってやっぱりいろいろと組み合わせていって、そうすると当然ね、なぜそうするかというと仲が悪くなると、仲を悪くするのが目的で、そうやってぐちゃぐちゃなんていうかな、入り乱れていかせるようなところがありますね。で、それから中本山っていうような大きな寺があるところなんかは、なぜかここだけ、こう彦根藩じゃないよっていうのは結構あるんですわ。それはどうしてかというと一揆を起こしにくくするいうことでしょうね。例えば長沢の福田寺のところだけは、あれね、旗本の藩や、あの寮やったかな、とりあえず彦根藩やないんですわ。あの辺全部彦根藩なんですけど、ここも彦根藩なんですけど、だけど、そこだけ面白いように、なんか能登川の中本山が集まってるようなところとかはやっぱり入り乱れていますし、だから今申したような長沢の福田寺っていう五蓮寺の中でも非常に格の高い、こうお寺があるけども、そこだけ彦根藩じゃないというようなね、そういうようなことになって、いますね。で、そういった地図もあります。だからあとこう産業神というぐらいやから、寺院分布というぐらいやから、どういう滋賀県のどこに浄土真宗が多くてどこが浄土真宗が弱いかいうことは一目で分かるような地図があります。これ今言ってるのはこの産業神道及び寺院分布図というのはまさにその宗教地図ですね。でその宗教地図、昭和の初めの宗教地図を見ますと、これはもうやっぱり浄土真宗盛んやことはそう一目で分かります。しかし浄土滋賀県全体が
決して浄土真宗万歳ばっかりのところではないんです。例えば黄河郡といいますか、黄河地域といいますか、今の言い方で言ったら湖南市とか甲賀市っていうところね、そういったところはですね、浄土真宗まあやっぱ少ないです。お東のことは詳しくわからないけど、この甲賀地域、つまり甲賀市と湖南市と、合わせた地域で、今住職さんおいでになる甲賀祖っていうんだけれども、滋賀教区甲賀祖っていうんだけど、住職さんおいでになる寺って10軒ぐらいかな。で、代も合わせて、お寺としてあるのが十数軒です。で、従いまして、御門徒の数も、まあね、結果、多いわけないということですね。それから大津なんかも、それに、ちょっとまた、ね、事情が違うところがありますけど、大津でもかなり広い地域で、滋賀県見たらこんな寺、小寺いっぱいあるようなところでも、大津の、一部の地域、かなり広いところに、浄土真宗の西本願寺の寺内地、がパッと空いてるところがありますし、から神崎郡ですね、四日市っていうところなんかは、四日市ってこれは神崎郡の一つの中心地域なんだけど、そこにはあまりにも浄土真宗の寺が少ないということで、明治になって西本願寺について言うと明如上人が説教所を作られて、その隣にお東もやっぱり少ないので、お東の説教所が並んで立ってるってね、今の四日市共同とその隣に大谷派のお寺があって、並んで立ってるのはここに浄土真宗のお寺があまりにも少ないので、そこを拠点にしていこうやないかということで、東西の本願寺が出張所を置いたということですから、四日市からね、を中心とするような地域ではやっぱり浄土真宗の寺が少ないところはあります。そういったところは確かにありますけども、後のところを見るとやっぱり浄土真宗の寺が多い地域だなというのが、地図見たらね、一目瞭然、ビジュアルに見えてきますから、すぐ分かります。で、その中でお東の方が数としては多くて700軒ぐらいあったっけ、で西が600軒ぐらいですから、だから東西合わせると1300軒ぐらいで、そこに仏光寺だとか他の高田派であったり木部派であったりが入ってきますから、随分と西本願寺、じゃ本願寺はまあ多いけれども、本願寺が大勢を占めるわけだけども、木部派や仏光寺派やその他の派がありますんで、随分浄土真宗が多い地域であるなということは、これよくわかることであります。で、しかし今ほど申したようなことで、お東も多いと、特に湖南なんか大変多いですし、ていうかほとんど湖南が多いですね。湖北なんかはもうほとんど東ですわ。で、湖南かって西が多いのは、随分と八曽なんて50いくつもってお寺があるなと思っていて、湖南なんかはやっぱり、西が多いんだろうと思っていたら、東の方が多いんでしょうね、結局ね。だから、そういったことでですね、浄土真宗多いよっていうことだけれども、しかしその中でもやっぱり一色に塗り固められているようなもんではなくて、そこにも黄河とかが少ないということは言うたけれども、浄土真宗の寺多いよっていうようなところでも、なんていうかな、一色で固まってるっていうことではないと。ね、東西両本願寺派で、随分と分布が違ってくる、長浜とかあっちの方はお東が多いよっていうことですけれども、それ以外にですね、やっぱり宗教的なこの熱心さみたいなところでも、やっぱり一様に語れないところがあるよと。で、それをどういうふうに色分けするのかな言うて言った時に、これは1942年に浄土真宗本願寺派、つまり西本願寺が教あの滋賀教区の教務所がですね、千字報国御準教というものを本座に提出をなさっています。そうやって、これ大事なことやけど、その1942年ぐらいやったら、福井県の一部ですね、若狭、敦賀地方も滋賀教区になっていますが、これはちょっと言うとかなきませんけども、その当時は滋賀教区はもうちょっと多くて、今申したような若狭、敦賀のも滋賀教区やったわけです。まあまあ、それはともかくとして、若狭敦賀から滋賀教区、カナダに行ってはる人はそれほどおられると思いませんし、
だからちょっと、大事なことではあるかもしれませんけども、カナダ移民についてはあまり意味がないことも申しました。そういう今の福井教区の一部も含めた滋賀教区の教務所が戦時報告御准教といって、御門主様がですね、大谷公章、発出がですね、日本各地のに御准教においでになるその際に、教区の内情を調査して本山に提出した、教区の内情を提出せよって言わはったんで、滋賀教区だけじゃなくて他の教区も皆本山のに、その教区の内情を報告しておる、その報告書が残っているわけだけど、その中でですね、滋賀教区について言うと、党派門信徒の信仰状態という、そういう項がありまして、でそれを読んでいきますと、大体信仰の強弱によって教区を3区分してみることができる。つまり、松竹梅じゃないけれども、ここでは甲乙丙っていう言い方で、宗教的な熱心さを3段階に分けておいでになると。でその中で最も信仰が厚いとされている甲の部について言うと、甲の部に属する地方としては、犬上県祖、南祖、両祖、そして越上、越下両祖、神崎の5祖を中心とする地方にして、この地方は依然として信仰心厚し、それは大体において本派寺院の大きこと、と一面この地方は前期の番方講の発生地であって、しかもこの校舎は今なお固く守られ、この校巡回の当番になることを非常に喜ぶと、誠に師匠にして、全くこの校舎の存在はこの地方振興心助長の一大原因ならんというふうに、報告をしています。その中でですね、犬神県って何よって、今の滋賀教区のことが詳しく知っておいでになる人でも、犬神県って何よって言っていうことになるんですが、これは一言で言うと今の彦根荘です。今の彦根荘っていうところで、まあだから簡単に言っちゃうと、彦根の町場を中心にしてまして、それから湖岸で言うと大藪までが移民村、代表的な移民村で言うと大藪までが、彦根荘ですね。だから昔の言い方で言うと犬神県荘ということになります。そして犬神南荘っていうのはね、今のいわゆる犬神南荘でして、これは瓜生先生っていうね、豊里町の安食南に瓜生先生っていう、私が世話になった先生がいるんです、おいでになったんですけど、瓜生先生、説明する必要がない先生が、ここは犬神南荘なんだけど、しかし以前は犬神南荘ってもっと広くて大きくて、今は犬神荘っていうのと、から犬神南荘っていうふうに2つに分かれてます。で犬神荘の方は、これはまあ有名な方で言ったら普賢先生とかね、そのかつては犬神南祖という言い方で、普賢先生のとこの、祖と、そして瓜生先生の祖が、まとまっていたのが今分かれてるってことです。で、その犬神祖、分かれた方の犬神祖の方に、八坂や、そして楓今があるっていうことです。この八坂大藪楓今と、そして前原町磯も限りなく犬神県荘、今の彦根荘にビタッとひっついているようなところが磯なんですけど、ここはね、甲の部 ABC の A ランクには入ってないというもののね、行ってみたらすぐ分かります。 僕もお説教に行かせてもすぐ分かりますけど、このレスリー川村先生、川村雄哲開教師の出身地のこの磯湯とかね、非常にもう歯が立たんぐらいめちゃめちゃ熱心なところなんです。でどうしてこんな、これ酒田荘っていうんだけど、磯が入ってるとか酒田荘っていうんだけど、で酒田荘全体がどうかっていうことはともかくとして、この磯なんかめちゃめちゃ熱心なところです。
で、そういったことで、まず八坂大藪楓今、それから磯っていうのがこれ、移民地帯のこう中心になっていくんですが、ここは明らかに全部、こう A ランクに入ってる、教区が A ランクとしてるところと、それから明らかにものすごく熱心なところである磯というところが含まってるんで、これ私学教区の資料および私の見解足していくと、やっぱり移民村の横綱大関クラスのところは全部信州特進地帯であるということが言えます。で、それ神崎、そして越後上下っていうところも、この移民村としては横綱大関には及ばないものの、関脇小結びですよね、前頭何枚目みたいなところがやっぱいくつもありますね。そういうことですから、例えば小坂実三郎さんのお話をしましたけども、神崎荘っていうようなところなんかは、これまさに本当に熱心なところで、この神崎荘の中から昭和48年に以内に知っていって、新街っていうところですね、そういったところが分かれていきますんで、かつては今の神崎荘プラス今の以内に思想っていう、この滋賀教区の中で最もめちゃくちゃにとてつもなく熱心なところが、こう足して2で割らないで、足して1つの神崎荘やったから、ここもこう移民としては、八坂とかには及ばないけども多い地域であるし、越後上下も、越上荘、越下荘もたくさんカナダに行ってらっしゃる、これも、大藪とか八坂には及ばないけども、かなりの人たちがカナダに行ってらっしゃるところですから、これがですね、こう番方講って言いまして、これ伝説としましては、留守こう蓮如上人が吉崎御坊に行っておいでになる時に、こう三井寺ので、ね、南別所に、こう親鸞聖人のご尊像をですね、ご神霊様をですね、預かっていただいてた時に、その留守を預かるために警護に、この御所の人たちがこう行ってらしたっていうようなね、そういう、この地域の人たちが行ってらしたっていう伝説ですわ、これはね。で、から、それがその伝説をもとにして番方講っていう組織ができていきまして、でその番方講っていうのは、これ要はですね、こう昔は江戸時代なんか祖というものがありませんから、じゃあどうやって束ねていたか、各お寺の中本山が束ねていたわけです。でそうしますと、今やったら横のつながりで越下荘やなとか越上荘やないうということで、地域でこう連携を組むっていうことになりますけれども、しかしその当時はそうではなくて、各何て言うかな、中本山とその下寺との間の縦関係で 関係ができていきますんで、今ほどに この横のつながりがなかったのだけれども、しかしこれ番方講という講組織が広い地域で、一つのではないんやけども、番方講という名前において組織されることによって、この番方講でもって横のつながりをこう非常に強く作っていくことでもって、この番方講の結束によって、今申した犬神県、犬神南、越上、越下、神崎荘、これは今で言うたところやったら、彦根荘、そして犬神荘、犬神南荘、越下荘、越上荘、そして稲荷西荘、神崎荘というね、こういったところが浄土真宗のご法義の熱心なところになっていってる、そこがまさに、この、横綱大関、そして小結び前頭ぐらいのところまで全部この、こう浄土真宗特進地帯に含まれる。例外がもう一つありまして、先ほど位相例外でめちゃめちゃ熱心だよって言っていましたけど、もう一つはですね、今で言ったら御法祖っていうところです。で御法祖いうところなんかは やっぱりこういった多賀の山の方なんですけど、ここもやっぱ熱心なところなんです。それから酒田祖のですね、磯の周辺の世継ぎとかそういったところぐらいまではやっぱり、こうカナダにまあ、行ってらっしゃる人も多いんで、でこうこのブログのところに地図を出しておきましたけど、これ磯から世継ぎとか浅熊千曲とかような地域ぐらいまでやとカナダに行ってはるって、
多いところでして、それからこう五方祖って言われてるところなんかもやっぱりカナダに行ってらっしゃる人が多いと。だから多賀町市なんかでもこれ移民に行かはった人のところにかなりページ数を割いて、ここからカナダ、アメリカ等に行かれた人たちのことについて足跡がたくさん述べられてます。で、この酒田荘、磯が含まれる酒田荘や五峰荘というのは、B ランクに入ってるところなんだけど、最後これ決してそういうことでなくて、とても熱心なところであって、まあその当時は粒揃いか、今の私が見ているよりもずっと熱心な、昭和17年やったらもっともっと熱心なところやったんかな、滋賀教区っていうのはもっともっと私が知るよりももっと熱心なところやったんかなということをかえって思いますね。B ランクに入るところでさえない熱心なやからね。で、そういった形でですね、こう滋賀県からカナダに行かはった人っていうのは、湖岸のこう彦根市、八坂大谷深出今、そして前原市の磯というところを中心にし、そして今申したようなことで、彦根市の一部、そして今東近江市の一部、から前原市の一部っていうふうにして、この八坂塔を中心にして、まああとは半分は琵琶湖ですから、半分半円形の中で少しずつ散らばっている、半ね、コンパス、なんていうかな、分度器みたいにしてね、円を半分に切って、半分は琵琶湖やから、円を半分に切ったところからだんだんとその八坂大藪などを中心にしてこう広がっていくのがカナダ移民のこの出身地であって、それはまさに浄土真宗特進地域とピタッと重なっていくっていうような話です。これ一遍お話をしたかもしれませんけど、これからお話をすることの前提になりますので、もう一回お話をさせていただきました。今日はこれで終わります。